皆さん、こんにちは。今回は、スターバーストストリームについてお話ししていくんですけど、スターバーストストリームって、ちょっと友達に言われたんですけど、なんで今頃出んのっていう話で、原作だと結構初期の頃に出てこなかったってこう言われたんですよね。なんでこう今更になって出たのっていうのを言われて、いや、全くその通りだなと。至極まっとうなご意見だなと思いました。超今更だよな。 だってこれ先にマザーズ・ロザリオとか出てんのに、今更ね、スターバーストストリームとか出てきて、なんか不思議な感じですね。今回はそのね、スターバーストストリームが強いの？っていう、動画のコメントがあったんで、ちょっとそれについてね、お話ししていこうかと思います。まず、このスターバーストストリーム、出た生死をかけた死闘キリトっつうやつ。まずこれが、強いかどうかっていうことなんですけど、強いか弱いかっていうと、まあ強い方ですね。強いと言っていいと思います。ただ、これフルバーストスキルじゃなくて、普通のバーストスキルなんですよね。その点に注意したいです。で、使う場面とか使いやすさとかそういう話になるんですけど、使う場面で考えれば、その引くべきか引かないべきかっていう点では、まあ、どっちかって言えば引いた方がいい部類ですね。始めたての人は特に。これはね、ちょっとね、このオーダー、まあ、ステップ3までで、ステップ3で、この新星4がそれぞれね、16%しかないんですよね。まあ、8%よりはまあ、マシなんですけど、まあ、だいたい16%と。で、だからこの16%っていうので、ちょっとね、引くかどうか微妙なんですけど、なんでこれが、いいかっていうと、この属性ですね。属性が残だけになってるんですけど、上の階層のボスと戦うときって、残以外に、例えば残属性、火属性のスキルとか、残属性、水属性のスキルみたいなの、打つと敵に1しか食らわないとか、そういうことが起こってくるんですよね。属性耐性注文がついてくるんですよ、ボスに。で、そういうのが、受けないですよね、これ残だけだから。っていう点で、これがすごくいいんで、ずっと使えると。ただ、まあ、フルバーストじゃなくて、普通のバーストスキルだし、まあ、発動時条件が静、火、風ってなってて、静、火、風、残か。ってなってて、この属性の順番通りに打たないと、この発動条件が満たされなくて、バーストで打てないと。まあ、そういうことが起こるんですよね。まあ、あとはまあ、キャラ指定条件とかいろいろあるんですけど、まあ、それはね、なんとかなると思います、頑張れば。で、この静属性、火属性、風属性についてなんですけど、まあ、なんていう、静、火、風、残とね、理想を言えば、バフ効果を自分にかけたり、まあ、敵にデバフかけながら、まあ、バースト条件満たすっていうのが、いいんですけど、まあ、最悪、別にそういうのかけずに、条件さえ満たせればいいんで、で、静止残、え、静止風か。静止風残か。ってなると、配布スキルで満たせるんですよね。これ配布スキルですよ。何層だっけ？何層クリア、ストーリークリアで手に入ったか忘れたんですけど、これ。と、火属性だったら、まあ、これはあんまり推奨できないんですが、これパーティーで使うとタゲを奪ってしまうんで、タンクがいるときは特に使ってはあかんのですけど、まあ、例えば、まあ、これも火属性ですよね。で、まあ、これもね、火属性でこれも配布スキルなので、これなんだっけ？これなんかのサブクエストだか、掲示板だっけ？なんか忘れたんですけど、これ手に入るんで。まあ、それで火属性満たせて。で、あとは風属性は、これかな？まあ、これが有名ですね。
これは20層クリアだっけな、ストーリーなんか忘れたけど、まあ、これで風が満たせると。で、あとはザンなら、まあ片手直剣で何でもいいから適当に打てば大体ザン属性なんで、まあ、これらで聖飛風は満たせると。あとザンですね。で、その聖飛風は、コネクトスキルにつけたスキル打っても満たせるんで、でこれが75層ストーリークリアで手に入るんですよ。で、ここに聖属性、火属性、風属性って入れて、で、その後に残属性ね、片手直径のスキル適当になんか打てば、まあ満たせるんで、まあ、ごとつする必要はあるんですけど、まあそれがね、いいということで、そういう点で、まあバースト条件は全然まあ満たせるし、まあいいんですけど、これバーストで打った時のクールタイムが40秒も、あるんですよね。40秒も待たないといけなくなるんで、一回打つともう、なかなか次まで打てるようにならないと。っていう点で、ちょっと一回打ったらもう、なんかその後はちょっと、なかなか使いにくいっていう風にはなってくるんですけど、まあこれはね、結構ね、ずっと使えるスキルなんじゃないかなって思いますね。まあ、理想言えば、まあ、片手再建の、コネクトスキル。で、CT 減少のコネクト。まあ、こういうの例えば持ってれば、まあ、これはもうコラボなんで手に入んないかもしれないですけど、まあ、聖飛風っていうのをね、ここにね、片手再建のも装備して、で、打っていけば、このコネクトチェーン効果といって、まあ、コネクト、連結分が敵に、当たるたびに効果が発動してクールタイムがどんどん減少していくと。まあ、こういうクールタイム減少の片手再建コネクトを持ってればね、すごくいいんですけど、今やってるオーダーだとこれかな。でもこれちょっとね、モーション長いんですけど、まあ、闇属性なんで、まあ悪くはないかな。マザロザ使う人とかはね、すごくいいかな。これいつまでだ、11月13か、今日が11月11、なんかポッキーだかトッポだかの日みたいですけど、それでまあ満たしてってっていうのが、結構組み合わせ的にいいんじゃないかなって思います。うん、引くか引かないかで言うとやっぱ引いた方がいいかなって感じですね。ただ狙う価値はあるんだけど、どうなんだろうな。正月近いんですよね。クリスマスも近くて、いいスキルが、あと7周年近いんで、7周年記念オーダーも出ると思うんで。って考えると、まあ、ジェム温存したくなるんですけど、まあ、こういうロマン砲を求めるなら、まあ、引くなっていう感じで、で、次いつこの残属性オンリーのバースト、フルバーストが出るかわかんなくて、マザロザのフルバースト以来なんですよね。残属性オンリーの強力なバースト系が。これ、勇気バースで出たんですけど、まあ、これ以来なんで、あとは、どうなんだろうな、これを貫突して、例えばですけど、片手直剣のフルバーストで、これ配布のやつがあるんですよね。で、これで、ヒーヒーザン、風か。で、これを、これ10突するのはさすがにもったいないと思うんですけど、いやでもこれ使うかな。でもね、フルバービー1枚持ってればこれ使う価値が、他に片手直径のフルバースト持ってない場合ね、価値があるかもしんないんですけど、これを、これ10突し、どうなんだろう。とりあえずこれ、まあ、10突すればこの最後の風が消えて、ヒーヒーザンになるんですけど、まあ、ヒーヒーザン風でこれを満たしてフルバで打つと、その10突したこれが、タダで打てるんですよね、1回分。で、フルバービーを、フルバーストアビリティというものがありまして、俺が持ってるのだとこういうの。フルバーストアビリティを1枚セットするとさらに、もう一回、フルバーストが打てるんで、10突したバーストもフルバーストとして打てるんで、まあ、これでもう一回打つっていうことは、まあ、できなくはない。ただ、
まあ、そこまでそのフルバスタビリティ、アビリティとかいろいろ集めてる人だったら大体、まあ、もう一枚何かしらの形で直剣フルバスト持ってそうな気もしますが、まあそういうこともできなくもないと。まあ始めたての人にこんなごちゃごちゃ言っても多分、まあわかんないと思うんで、もう簡単に言うと、まあ強いか強くないかで言えば、まあどっちかっていうと、まあどっちかっていうとっていうか結構強い方なんですけど、まあクールタイムがすんごい長いっていうのと、まあ16連撃っていうのがすごく長くて硬直が長いっていうのと、アスナ2枚は厳しいけどクリ率 500% 上昇っていうのが強いと。でヒースクリフつけてなければ自然属性はなしのダメージが 100% 上昇と。でこのクリダメも結構強いんですよね。 HP25% 未満の時ですけど、だから強いんですよ。だから強いといえば強い、そうだな、打てれば強い、ちゃんと条件満たしてちゃんとしたスキル編成で打てば、まあ、強いから、この一撃にかける、一撃っていうかこの16連撃にかけるっていう感じにはなると思うんですけど、引いておいた方がいいと俺は思います。っていうので、まあ動画のコメントには、まあ強いんで、まあ引いておいた方が、まあ持っておいた方がいいとは答えました。まあでもちょっとね、引くかどうかちょっと微妙なんですよね。特にマザロザ持ってる人は、まあなんか引くかどうか微妙で、ちょ敬遠するかみたいなところもあってちょ微妙なんで、まあ結局その人によるんですよね、所持スキルによるというか。なんか前も言ったと思うんですけど、このゲーム1枚で強いってわけじゃなくて、まあなんかそのカードゲーム型の MMO みたいな感じだと思ってもらえると分かりやすいと思うんですよね。だから本当に、まあ、遊戯王で言えばブルーアイズ1枚あったところで、あのブルーアイズ召喚できないじゃんとか、エクゾディアあのパーツ5枚あるけど、1枚しか来なかったら使えないじゃんとか、他のカードと合わせて使うみたいな、なんかさ、モンスターをさ魔法で強化するとかあるじゃん、カードゲームとかだと。まあそういう感じでね、いろいろね組み合わせてやるゲームなんで、ソードスキル、アビリティ、指輪、インゴット、まあいろいろある、熟練度スキルとかね、いろいろあるんで、まあそういうのね組み合わせて強いかどうかなんで、で結局これ強いのっていう質問に対しては、まあ強いとは答えるけど、これ1枚で強いかっていうとちょっとよくわからない、あまり強くない気がします。始めたての人がこれさえ持ってれば強いって思うかもしれないんですけど、それは本当に弱い人の考え方で、まあでもパワーライズはどうなんだろう、パワーライズあった方がいいかな。始めたての人はパワーライズあった方が、まあ汎用というか、いろんな場面で使いやすいという感じでいいと思うんですけど、あとはね歴戦とか、ライトマジックとかですね。まあとにかくね、まあ大体そういう感じ、うん強いよめんどくさいから、まあ強いって言っておきます。もう勝手に勘違いする人は勝手に勘違いしてください。もう知らん。うん。でも間違ってないもん、強いっていうのは。間違ってはいないんでね。正直いろいろごちゃごちゃ言っても多分わかんないと思うんで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。